さんこんにちは、堀越力です。で今回はね、僕の個人の YouTube チャンネルから続けて動画を撮っています。で今回ね、皆さんに紹介したいボードなんですけど、僕の新しいニューボード、このボーストのねニューボードが来ました。でこのボーストっていうボードはあまりこう知らない人も日本では多いと思うんですけど、今ね本当世界でもかなり注目されていて、まあ、アメリカのカリフォルニアのブランドなんですけど、僕の、まあ、スクール生の人とかもみんなこのボードとか結構乗ってて、すごいね、初心者から中級者ぐらいのレベルの人たちもかなり好評で乗りやすいっていうので、まあ、僕もね、まあ、上級者プロの選手とかも結構乗ってるボードで、この間ねゴールドコーストの CS の世界大会があったんですけど、女子の優勝者がこのねボーストのボードを乗っていて、世界のねトップの選手も乗ってるボードで、それこそあと昔のレジェンドサーファーとかだとテイラーノックスとかもねこのボードを愛用しています。なので、まあ、本当クロートの人だったりとか今のね新人の選手も幅広い人たちが乗っていて、このボードはね調子がいいっていうのは世界的にも証明されています。で今回は僕はこのボーストのスクリーマーというねモデルを作って、そのスクリーマーっていうのはこのラウンドテールでね結構取り回しとかもしやすいボードになっていて、今回はね裏を真っ黒にしました。でこれから夏なんでちょっと熱のね吸収が怖いんですけど、またこの白黒がねかっこよくなっています。まあ、これからちょっとねボードのカスタマイズもしていきたいと思います。ビーチに到着しました。で今回ね使用するボードはボーストのスクリーマーというモデルで、ラウンドテールになっています。ボードのサイズが5/6ハーフ、18 1/4、2 1/4というサイズで、まあ、比較的、まあ、オールラウンドに僕が普段使うサイズよりかはちょっと長さだけ短くした感じですね。で今日、まあ、波がだいたい胸前後ぐらいの波で、少しオンシャー入ってて、まあ、ビーチブレイクなんで、まあ、本当それこそ日本の一番よくあるコンディションかなと思います。まあ、このラウンドテールはね最近、まあ、CHP のボードでも使ってるんですけど、またこのボーストのラウンドテール、また乗り味とかも違うと思うので、ちょっと一緒にねみんなとセッションして、その後にちょっとフィードバックもいろいろしていきたいと思います。それでは早速行ってきます。Lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone.I'm alone, I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23.She left her body in Harvard above me. Heavens crying above me. They gained an angel. I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death. But I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone.
I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Cause I'm not dying alone. I lost my best friend.終了しました。でね、このボーストのラウンドテール初めて乗ったんですけど、まあ結構初めて乗った割にはかなり好印象で、ターンもしっかり伸びるし、スピードもね出るし、当て込んだ時のね感覚もかなり良かったんで、このボードは結構マジックボードになる感じはします。今日の波は腹胸ぐらいのサイズで、基本的に日本の中では最も多いコンディションだったと思うので、ちょっと温床が吹いてたんで面がガタついてたんですけど、まあそういうところもねしっかりこうスピードも出るし、まあラウンドテールなんで少し蹴りすぎるとちょっと抜けすぎて転んでしまうこととかもあったんですけど、やっぱり蹴り込みの力加減とかスカッシュよりかはちょっと抑え目にねできるとかなりいい感じにターンはできました。もうちょい小さいサイズだったりとかいろいろ試していこうかなと思います。でこちらのゴーストのねサーフボードは6月までオーダー受付中なので、ぜひ気になる人はね僕の SNS に連絡してもらってもいいですし、 CHP 本店からねオーダーすることができるので、ぜひねこの機会にオーダーしてもいいと思います。でまあこのボードは年に本当2回ぐらいしかオーダーがないので、なかなかこうね乗ったりする機会もないと思うんですけど、このスクリーマーというモデルがね僕はかなり気に入ってるので、このスクリーマーのラウンドかスカッシュテールも調子いいみたいなので、チェックしてもらえるといいかなと思います。今日はね僕の個人の YouTube とつなげて動画を作ってみました。またねシェアの方では、まあ、サーフィンのことだったりとかサップだったりとかね、いろいろアップしていこうと思うので、引き続きチャンネル登録と高評価、そしてコメントなどもねよろしくお願いします。それでは皆さん今回もご視聴ありがとうございました。